様ごきげんよう、ナイスと新刊紹介の時間です。司会は私、子供の時は近所を走り回ってました杉中です。今回は7月に出されました東洋館出版の速攻5分で伸びる子供の走り方トレーニングをご紹介いたします。早速この本を担当した三上のお話を聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。では、この本はどんな経緯でどんな人に向けて出された本ですか？はい、この本はですね、子供が結構速く走るための本なんですけれども、IW アカエミデミーというですね、メジャーリーガーの岩隈投手の専属トレーナーを務めていらっしゃる木村さんがですね、実際にこのアカデミーで教えていらっしゃる結構速くなるためのテクニックとかトレーニングを紹介している本になっています。制作の中で苦労したところはどこですか？はい、この本ですね、1章と2章それぞれ、運動感覚を育むためのトレーニングと実際にかけっこが速くなるためのトレーニングを紹介しているんですけども、トレーニングに付随して動画も撮影しまして、小扉のところにですね、QR コードがついています。でここから東洋館出版さんの YouTube に飛んで動画を確認できるんですけども、その撮影はどちらも並行して行ったので、そこら辺ちょっと苦労したかなというところです。最後におすすめの動きのコツだったら教えてください。はい、表紙にも、コツが「ゆする振る回す動作4つ」と書いてあるんですけども、普段こう運動しててなかなか感覚的には分かっていても、実際にこう言語化して自分の体でこうパフォーマンスするところまでは難しいっていうのを、あえて言葉にしたのがこの4つなんですね。なのでこの本書にあるようなトレーニングをすれば自然とこの4つのコツを覚えてそれがかけっこに反映されるというところなので、ぜひその4つのキーワードを頭に置きながら取り組んでもらえたらと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。では、こちらの東洋館出版より出されました子供の、すみません、速攻5分で伸びる子供の走り方トレーニングは全国の書店アマゾンにてお買い求めになります。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスの新刊紹介終わります。ありがとうございました。